ガチガラめにはめられて、手も足も出せねえ動けねえ、泥だらけで汗まみれ、転んだらまた立ち上がれ。Days of the fire 狙い定めたらありだけの力を見つけてやるのさ Fire 逃げるな悩むな戸惑うな戦いがそこにあるのなら背中を見せずに突き進め勝利を勝手に I'm a fighterにあるデビル・ザ・ロックの頂上にウェンとリーというビーダー兄弟がいるらしい。デビル・ザ・ロック、ハイキングハイキング、おやつを持ってゴゴゴーって遊びじゃねえ。わかってるって、これも世界一のビーダーになるための修行やけど、はいい強いビーダーがおると聞いただけで辛抱たまらんのや。その前に、え、きちんと店のお手伝いはしていってもらいますからね。にゃぽぽぽぽぽぽん、あれれれれにゃぽぽぽぽぽ、あれれにゃぽぽぽぽぽぽ、にゃぽぽぽぽぽぽ、なんで俺まで。にゃぽぽぽぽぽ、さあ、早く掃除を終わらせてみんなでデビルザロックへ出発や。なんとまあ単純な、あとはのこのこと現れたヤマトをウエンとリーが始末すればおしまいね。そのためにあいつを利用するとはな。援助か。今回はヤマトを倒すだけが目的ではない。この機会にあの子の本心も確かめるのよ。万が一シャドウに盾つくようなことがあれば、その時は。はるばるやってきたのはええけど、あぶ、なんで強い人ってみんなこういう場所にいるのかな。今から根を上げてるようじゃ先が思いやられるぞ。ウェンとリーといえばタッグバトルじゃ負け知らずの強豪だからな。ん、なんや、なら問題あらへん。タッグバトル望むところや。なんだってこっちにはグレイやブルもおるんやからな。みんなで力を合わせればどんなことがあっても負けへんな、グレイ。ああ、そうだな。ねえ、あれ、ん、
これはデビル・ザ・ロック。その名とは異なり、地元では聖なる山と呼ばれている霊峰だ。あのてっぺんにリーダー兄弟がおるんやな。なんや、急に体が熱くなってきたで。あれ、でもどうやってここを渡れって言うんだ。なに、心配ないって。おい、何をする気だ。まあ任せときって。で、まさか。わいが伊達ににゃんこに育てられたわけやないとこ見せたるで。これは時の鐘。時の鐘？ああ、この山を登る者は鐘の音が鳴り止むまでに頂上へたどり着かなければならないんだ。さもなくばデビル・ザ・ロックは崩れてしまう。うわっ、なんやって。ったく、手の込んだ真似しやがって。何？いや、なんでもない。時間がねえ、行くぞ。急げ。それにしても高いな。まだ使えんのか。うわ、あれれ、道がないよ。そんな、ここまで来たのにワイらは山と一緒に崩れる運命なんか。落ち着け。ビーファイヤー。これは秘密の抜け穴だ。この穴は頂上まで通じているはずだ。さすがグレー。けど、なんでそんなことまで知ってるんや。鐘の音が早くなってきた。急ぐぞ。そやな。やっぱもうすぐもうすぐやで。今度はどんなバトルができるか楽しみやな。なんや、また行き止まりやんか。バカな、そんなはずじゃ。これは、え、あ、巨大な石のビーダマン。なんでこんなもんが。あの丸い石、そうか、こいつを発射してあのトンネルを塞いでる岩を打ち砕くんだ。でもどうやって。あんな大きな石セットできないよ。大丈夫や。どうやら今度はコバルトブレードの出番のようやな。ファイヤー。ダメだ、びくともしないよ。なに、問題あらへん。やった、 B セット完了。さあ、あとはこいつを押し出すだけや。うわぁ、天井が落ちてくる。時間切れが近いんだ。くそ、こんなところで生き埋めにされてたまるか。言うたやろ、絶対脱出できる。ほんでまたみんなで楽しくバトルするんや。ヤマト、ブル、ヘリオブレイカーを出せ。いいから出すんだ。
せれば。頂上だ。ワイら全員の勝利やで。にゃぽぽぽにゃぽにゃぽにゃぽぽぽ。まったくこいつときたら。なに、なんや、てっぺんまで登ったのになんで崩れるんや。ビーダマン、ヤマト、ヤマト、やめろ。いい加減にしろ。こんな汚い罠はもうたくさんだぜ。罠？汚い罠だと？その片棒を担いだのは誰ですか？我が名はウェン、そしてリー。ようこそ我がシャドウのデビルザロックへ。シャドウやって。お前が大和ヤマトか。噂通りすばしっこいやつだぜ。皆さんを歓迎しますと言いたいところですが、こんなやつを助けるとは、それがあなたの本心ですか、グレイ。この山はもともとこいつを葬るために用意したもの。それを知ってて連れてきたんじゃねえのかよ。それは。なんや、グレイはこいつらと知り合いなんか。まだわからねえとはめでてえやつだ。グレイは俺たちシャドウのな。言うな。俺はただお前らの汚いやり方が気に入らないだけだ。お前らもビーダーらしく正々堂々ビーダーマンで勝負したらどうなんだ。正々堂々ね。ビーバトルか。それならワイも望むところや。相手がシャドウと聞いたらなおさらや。絶対負けへんで。ならば。何すんのや、グレイのクロムゼファーを返せ。返して欲しけりゃバトルに勝つんだな。クロムゼファーはあの氷の柱から先に取り出した方のもんだ。なんやて。ビーダマンで氷の柱を削るもよし、先に相手を倒すもよし。どうした、まさかおじけづいたわけじゃないだろうな。おじけづいたやと、上等やないか。この勝負受けたるわい。ヤマト、安心せえグレイ。お前のクロムゼファーは絶対ワイが取り返したる。仲間の大切なビーダマンをシャドウなんかに渡してたまるか。ヤマト遅い、行くぜ。青き龍神爆走竜。ビーファイヤー。なんてコントロールや。爆走竜のバレルプレートアーマーは狙った獲物は逃がさないぜ。今度はお前のコバルトブレードだ。焦るなヤマト、
焦れば余計に動きが取れなくなるぞ。そんなこと言うたかて、うわっ、いやいや、あっ、ち、運のいいやつめ。せやけど、凍った地面に足が滑って思うように動けへん。あいつらはどうやって。へへ、俺らはスパイク履いてるもんね。そんなずるやん。なんとでも言え。さあ、行くぜリー。はい、兄さん。赤き竜人、烈光竜、ビーファイヤー。うわぁ、また、うわぁ、うわぁ、あいつのビーダマンは連射タイプか。どうだ、一人が氷を砕き、一人が相手を攻撃する。これが俺たち兄弟のコンビネーションプレイだ。そんな、2対1とは卑怯だぞ。やるならタッグバトルで戦え。勝負は勝てばいいんですよ。タッグバトル、クロムゼは次は外さないぜ。うわ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 、俺様のいることを忘れるな。何ルラ、これで正式なタッグバトルだ。このバトルに勝てば確かクロムゼファーがもらえるんだったな。なんやこんな度胸で。お前そうまでして仲間のビーダマンが欲しいんかい。うるせえ、仲間のビーダマンならなおさら。あんな奴らに渡せるものか。ウル、お前、あんな奴らに渡すぐらいならこの俺がもらってやった方がクロムゼファーも喜ぶぜ。え、どっちやねん。さあ、攻撃は俺が受ける。お前は氷を砕け。 ああ、ち、余計な邪魔が入ったか。僕も手伝いましょう、兄さん。行くぜ、これが俺たちの2発同時攻撃だ。うわっ、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 すべる。ヤマト、なんだ、大丈夫か、ブルー。だがさすがに同時攻撃はきついぜ。あ、これはヘリオブレーカーのボディにヒビを入れるやなんて。 あんな近くにクロムゼファーがあるっちゅうのに。そうや、所詮俺らの敵じゃなかったようだな。それはどうかな。ピンチの時こそ燃えるんだよ、あのバカは。さあ、次で決めるぜ。このままやったら拉致があかん。頼んだで、ブル。なんですって。行くで、こっちも勝負や。なるほど、一人がスケート、もう一人が攻撃に集中するわけですか。しかし、そんな攻撃が通用するか。ヤマト、ヤマトが飛んだ。空中でなら氷で滑ることはあらへんわい。バーカ、お前こそ空中じゃ身動き取れねえだろ。逆に狙い撃ちしてやる。ヤマトが氷の死角に入った。しかし、それでは彼も攻撃できないはず。なめたらあかんで。お前らなんかにクロムゼファーは絶対に渡さん。なに、ち、狙いが甘かったか。見たか、これがワイラの熱血友情 B ショットや。ヤマト、氷を削ると同時に俺の爆走竜を狙っていたなんて。どうやら君たちを甘く見ていたようですね。ならば僕たちも本気を出しましょう。
おかしくなったんか。2つの竜が一体に見える。見間違いなんかじゃないさ。これこそが真の竜人の姿、爆裂竜だ。なあアホな、2つのビーダマンが合体した。本当の勝負はこれからですよ。なんとここで登場したのは爆走竜と烈光竜の2つのビーダマンが合体して誕生した爆裂竜だった。果たしてこの勝負の行方は、グレイのクロムゼファーはどちらの手に。というわけでこの続きは次回を待つのじゃ。爆裂竜だ。へへ、かっこいいだろ。犯人前がやっと一人前になった時やないか。だと言わせておきましょう。兄さん、1たす1が決して2ではないこと、たっぷり教えてあげますよ。こっちかて負けへんで。わいらの力見せたろやないかな。グレー、グレー、どうしたんよグレー。次回、引き裂かれた友情。